皆さんこんにちは、ペストでございます。ドラクエ4を続きやっていきたいと思います。で、またちょっと移民探しの旅を続けておりまして、ここはエンドールの近く、まあ、どっちか言ったらサントハイム領ですねの祠ですね。あの旅の扉が今画面の上に見えてると思うんですけど、ここに今この船乗りさんがいらっしゃるんですね。この今回は、前回はあのプレミアムバザー、まあ、商人の街でしたよね。今回はアラクレさんたちを集めて、あのグランドスラム、まあ、カジノ付きのね、街を作ろうじゃないかということで、でこの船乗りさんが実は19人目ということになります。今でこそ海でたまに見られるタコマジンやピラニアは、以前はとても数が少なかったのだ。今でもそういう滅多に見ることのできない魔物がどこかにいるに違いないと、私を名はステと、君はそういう珍しい魔物がいる場所を知らないだろうかということで町を教えます。で、この方が、19人目、まあ、条件としての19人目ですね。船乗りさん、囚人、アラクレさんで、バニーさんに踊り子さんか、このメンバーで19人以上集めて、で今のが35人目なんですよね、町の人口のトータルとしては。ということで町が出来上がっているので行きたいと思います。さあこれでね、へっへっへ、俺はこうして町におかしな野郎が入ってこないか見張ってるわけだ、ウィヒクーと。でここにまあいつものように地下室があるんで、あ間違えた、宝の匂いだね、ないんですね。これはあーまたここ多分あったあったあった、あーそうそうデモスピアか、あーいいね。あピサロさんできるんですね。あとはもうライアンさん持っとるんで、これピサロさんに渡しておきましょう。装備はしなせんでしょ。でもう一個は多分こっちだったね、階段。あ手元のあれに近いからね。おおメガンテの腕はすごいな。あー、井戸魔人ね。作戦は、あ、命令させろか。じゃあもうそのままでいきましょう。もうないよね。あ、ライアンさんじゃないわ。はい。ああここもないね。一応まああとはねモンスター図鑑のコンプリートというのも行きたいね。で外観をぐるーっと回るのはいいんですけど、あーこれか、あ上にいっぱいある。端から行きましょうか。みんなでなんか座談会やってますね。
命の木の実ね。まあ種系でしょうね多分。おお、魔の方不思議な木の実。うん、種ですね。素早さの種。力の種。お、ゴールドまで。至れり尽くせりですね。はい、では早速中へ入ってみましょう。ないんかな。ああ、宿屋さんがあるね。魔法の聖水。わややこしいな。こっちか。これは、あ、防具屋さんね。バンダナ、まあ全部持ってるかな。ライアンさん装備してるしね。風神の盾も持ってる。ドラゴンシールドは当たり前ですよね。あ、バトラックスぐらいか。あ、ごめんなさいね、ちょっと席が出ちゃったんで。ほう、あんたは旅の人かい。まあこんな街だけをゆっくりしていけないよと。なんか水たまりがすごいね、邪魔ですよね。王様がいる上に。ここはプロ講師ですね。なんじゃこの町は。わしにふさわしい町があると聞いて来てみれば、このありさまじゃ。やはり住む者の資質で町の様子も変わるものよのと。ああ、岬のお次さん、いい兄さんね。なし。ちょっと片付けていきましょうか。レミラーマですね。全然全く関係ない話ですけどね、このレミラーマっていうね、魔法のこの発音をね、私の発音の仕方の問題なのか知りませんけどね、子供のマジシャンいましたよね、あのテジナーニャっていうね、なんかそ、まあもちろんね、ドラクエの方が発売早かったんで、こっちが、まあ、先言うたら変な言い方だけどね。あ、イノイヌビアだ、ラッキー。
さ、カージの久々ですね。どう？私のこのステップ、私が真ん中で踊る日も遠くないわねって、センターみたいですね。 AKB とかね、もうそのあんた邪魔や邪魔、シャシャさん、あら、あなたお客さんも踊りたいのと。さあ久々にやりましょうか。何枚持ってたんだっけな。あ、結構持ってたね。8万枚あったわ。お、これはもうね、おい、あ、ありがちな罠ですね。こっちかな。あー、残念。おお、3カードか。よいしょ、4カードならない。もちろんダブルアップですよね。さあ、これ、あー、絶対低い。あ、ダブルアップじゃない、高い低いか。うん、これは分かりやすい。うわー、やられた。あ、そう、まあポーカーとかですね。あ、ゴールド銀行ね。スロットのパターンがね、わかんないんでね。あ、これ平凡の目だね。波乱目じゃなくて。ファミコンの時のドラクエはね、ものすごい、7リスキーで、あ、これこういうやつね、7がすごい塊になってるやつ、もう来るわけないんだけどね。これをね、ずーっとボタンを固定してね、連打のやつ入れてね、やったもんですけどね。で、まあ1万枚ぐらい入れといてたら、夜寝てる間にね、すごい数になったっていう記憶あるんですけどね。まあその後に例の二進数のバグ使ったね、コイン4ゴールドで買えるバグありましたからね、もう全く必要なくなりましたけどね。全然、まあ面白みはあるけどね、リスキーはリスキーですけど。まあ制御的にもね。一番頭のとこでね、7、3つドーンってね、縦にするとちょっとドキッとしますよね。そんなにでも意味合いでも面白いかなとは思うんですけどね。ほらね、ドキッとしますよね。でも2つ目絶対揃わない。当たりよって言いたくなるんですけどね。はい、やめときましょう。あとはね、カジノの景品、こっちかな、宝箱あるんで。これね、多分ラーの鏡とかは持ってないと思うんですよね。で、最終的にはこのハグレメタルヘルムを
コインで増やして、装備できるメンバーできるだけ装備させて、あとはゴスペルリングってなんだっけ、敵が出なくなるリングだっけ、まあ、ちょっとこれは次回までに調べておきますけど、まあそんな感じですよね。でもう一個下に降りる階段が気になってるんですけど、ちょこちょこ当たる遊び台、外しは大きいが当たれば大きい大穴台、台によっていろいろ違うんで台選びも大切ですよねと。でここは格闘場だね、久々にやりましょうか。うわこんなん運だね。出て出て、目をつぶって君だ。あそうか、 この方が、はい、まあでもね、上級メンバーが出るようになったよね。八つ咲きアニマルとか前出なかったんだけどね。ああ集中攻撃受けてる。 C が有利か。痛い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 。地獄の門番あるパターンですよね。まあ、今回ちょっと本命でいきましょう。あ、これやられた。バババ。おお。でも。あ。勝ちましたね、やっぱり。あの会心なかったら負けてたんじゃないかな。うわぁ、君だ。あ、やられた。あははははは。穴だった。うわこれもわからんぞ。まあ個人的にはベビーサタンかな。勝てる気しないけどね。鳥あるやつだけど、うん、プテラノドンでいきましょう。
これね、ギラ一発当たってるからね、ありますよ、ベテランと。これ早男。穴だ。ああどうしよう。これはもう、メタルですよね。倍率も美味しいしね。本命だけど。まあ要するにガードが硬くなれば。あ、そうだ。虎男さんこれがあるんだ。いいわ。おう、おおほほう、いらんことした。うわあ、あれ普通に攻撃してたら勝ってたんじゃないの。ああ、これは地獄の鎧でしょう。よいしょ、行きましょう。これいらんことしたな。イエティにもっと行かないといけないんだけどね。あーだよね。だからお互いに会心の一撃を2つに行けばっていうところでだけどね。サンドマスターってあのミミズみたいなやつでしょ。これでいいでしょ。ハマればいらんことした。攻撃してくれよ。あーこれでこれ見て終わりでしょうか。エアラット。あーダメだこりゃ。終了。バブルだねこれは。お、土嵐か。あーやっぱりバブルでしたね。はい、では、今回はちょっとこんな感じで終わりたいと思います。で、ちょっとこう、まあ、まめにちょっとコイン貯めていきながら、まあ、装備を整えて、あと、エクラチキラさん2000残ってますんでね、その辺もちょっとやってみましょうか。ということで、次回、それ終わって、で、裏ボスやっつけて、長きにわたったドラクエ4終了という形になるかなと思っております。最終回までね、もうあと少しとなりましたけどね、もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。それでは今回はここでお開きです。ありがとうございました。さよなら。